皆さんこんにちはレックセンリ講師森田隆二ですそれではですねただいまより不動産鑑定試験2021分野別過去問解析プラスアルファートレン経済学第8回目の講義を開始いたしますよろしくお願いいたします はいえー、本日ですね、えー、最終回ということになりますけれども、えー、第8回目になりますが、皆さんはですねあの解説冊子のですね、えー、第8回目の問題1をですね開けていただければと思いますね。 えーまあ、2020に出題された問題なんですが小松先生ということし試験員に加わった先生がおそらく出された問題であろうというふうに思ってるんですけども、まあ、かなりです、ねまあ、今までと出題傾向が違いますよね、まあ、ちょっと映していきましょうかね、うんとまあ、こういう、ねまあ、グラフが出ましてですね えー、それからあとまあ私はもう前から予想しておりましたけど穴埋めですよね。 でそれからまあ日銀のですね引用文ですね、日銀の引用文が出たということで、これを踏まえて書きなさいみたいな感じでありまして、ですね、まあ、今までの出題とかなりですね、まあ、形式が変わったかなということで、やっぱり短期合格させると、させたいというのが国交省の意向ですから、まあ、それを組んでね、小松先生が出題されたということで、ですね、まあ、水準としてはまあちょうどいいんじゃないですかね、どうですかね。 うんまあ、そんなにやたらちょっと無理っていう問題はないですよね。全、まあ、試験員のです、ね、村瀬先生の問題はですねやっぱりこう鑑定試験の受験生のレベルを考えるとちょっと難しかったかなとで非常に難しかった年もあったかなというふうに思いますけどえ非常にまあそういった意味では、うん、水準的には鑑定試験の、まあ、合格レベルの方だったら十分解けるという問題だったかなというふうに思っております。 なので、まあ、これからもやっぱこの傾向ですね小松先生が来年再来年とですね試験をされるであろうと思いますので、まあ、こんな傾向になるのかなと、まあ、つまり、えー、こういうね、えー、実際のですね、まあ、データをまあグラフ表にしたものが。 あるいは穴埋め、えー、とかね、まあ、こういった問題がですね、まあ、結構問われるのかなというふうに思いますねではですねあの上からちょっと見ていきましょうね随一は地価、えー、商業地市街地価格指数、えー、賃料オフィス賃料指数名目利子率国債10年物利回りの推移を示しているということで、まあ、これは知っとい,ていただいてもいいかなっていうふうに思うんですけども名目利子率を、えーまあ、実際の世界ではですね 国際10年もの利回りを使うことが結構多いので、まあ、小松先生もですね、えー、名目利シリーズを今回国際10年もの利回りで、えー、表現しているということでありましてこういうふうに表現するんだなというふうに押さえておいていただくといいかなと思いますね。 で過去一番ですねそれを踏まえましてね地価とファンダメンタルズ根源的要因ファンダメンタルズっていう言葉も私の講義では散々あの直前期にちょっとねちらちらと出てきたかなというふうに記憶してるんですけども要は経済の基礎的条件というふうに言いましてですね、まあ、ここでは根源的要因というふうに言ってるんですけども、えー、基礎的な条件要因をですねファンダメンタルズというふうに言うんですね。 えー、小松先生はあファンダメンタルズというふうに言ってるんですけども、えー、式1の通り定式化されるとでまた割引率に関しては式2の通り、えー、表されるということでまあここはねちょっとねこれから私申し上げるところなんですけどちょっとここ残念だったですねもう本当に残念というか、えー、受験生の方が非常に混乱してしまったところなんですけどね地下と私も混乱しましたはっきり言って地下とファンダメンタルズ ファンダメンタルズっていうのはここでは地地代代割引率率の期期待待物価上昇上昇昇ことですね、えー、このファンダメンタルズとなるっていうふうに言ってますから、えーまあ、ファンダメンタルズの具体例はこの2つと分かりましたこの3つということになるわけですね。だから地下とこの3つの関係地下とこの3つの関係がですね式1で表されてるんですよ。 地価とこの3つの関係が式一で表されてるんですね。だからこの P というのは地価なんですよ。この P というのは地価なんですね。だけどこれ物価水準って書いてあるんですよ。ここ。だからここはね、本当ね、私も混乱したところでありましてね、ここはちょっとこんあのここでちょっと足元救われた方っていうのは私もね。 あの何人かの受験生の方とちょっとコミュニケーション取りましてですねいらっしゃいましてここはちょっと痛いミスだったかなっていうふうに思ってるんですよね。地価ですからねここねだから物価水準と地価って違うじゃないですか。物価水準っていうのはそのはのね え資産ではなくて財のですねえその価格の平均値ですからねえ物価水準と違ってちょっと違いますからここでですねあの混乱された方いらっしゃったんですよしかもですねえここが P が物価水準であればねさらにここの2番で物価水準は一定と仮定するってことじゃないですか物価水準 P は一定と仮定するとね。 P は一定なのにこう動くっていうことでますます混乱が広がっちゃってっていうことでまあここはちょっとどうだったのかなっていうふうに思いますけどまあもちろん人間誰しも間違いがありますからえ仕方ないんですけどもここはちょっとっていうふうにえ私としてはちょっと思ったところでありました。 えー、それから、ですね随一、えー、の賃料指数、まあ、ここはあここ、そうですね、賃料指数、ここはね、地代の変動を同様に示すものとするということでありまして、ですねあの賃料指数ですね、えー、賃料指数というのは、ですね、えー、地代を表しているというところでありまして、まあ、こういったところもね読み落とさないようにしていただければと思いますね。えー、ではですね、これを踏まえましてですね、えー、やっていきましょうかね。 えまず式1なんですけどもこれどういうふうに導くのっていうことなんですがその導き方ですねこれちょっと、えー、お話しいたしますね、えー、見ていただければと思いますけど左から右にですね時間が流れていると仮定しましてですね第1期第2期第3期そして N 期というふうにあるわけなんですけども第1期のですね、えー、このね、えー、地代ですね R としますで第2期の地代,、ね、代はですね第1期の地代が成長すると成長率期待成長率予想される成長率っていうのが g であるということですからこの r にですね1プラス g を掛け算したものが第2期の地代になるわけですね。で第3期の 地代というのはこの第2期の地代がまた G の成長率を持ちますので、これにですね1プラス G を掛け算したもの、これが第3期の地代になるというふうになりますね。ですから第 N 期の地代というのはですね、第 N-1 期の地代に、ね第 N、 えー、マイナス1期の次第にですね、1プラス g 掛け算したものであるということになるわけですね。でここでね、じゃあどう,いうふうになるのっていうことなんですけど、ここちょっと見ていただければと思いますね。ね第2期の次代っていうのはね、えー、この1プラス g を r に掛け算したものなんですよ。第3期の次第っていうのはこの r に1プラス g の2乗を掛け算したものね。だからこの3期の場合はね指数が2なんです。 2期の場合はここ指数が1なんですよだから n 期だったら指数は n 1ですねっていうふうになるわけね。もう一度言いますよ3期の場合はここの指数が3か一1引いた2の2の2なんですよ、ね。第2期の場合は2から1引いたここは指数が1なんですよ。ね、ですから n 期だったら n 指数の部分は n 1だなっていうふうに考えていただきたいかなというふうに思いますね。で えー、ここですねちょっと見ていただければと思いますけどあとは割引きますよ、えー、この資産価格を出すときっていうのはあ将来キャッシュローをですね全部足し合わせるんです、ね、将来キャッシュローを足し合わせるんですけどもちゃんと割引いてあげないといけないですよね、えー、第一期の末のですね地代っていうのはですね1期分差しあの割引くわけですよねですから1プラスローローと言いますけど割引率1プラスロー分の1を掛け算するとでこれは2期分割引くわけですからね1プラス ローのの乗分の1をこれに掛け算して割引きますよとでこれは3期分割引きますよとでこれは N 期分割引きますよというふうな話になりますね。でこれを全部、ね、割り引いたものを全部足し合わせたものが資産価格地価になるわけですよね。 ですかね、で今回ですね、まあ、土地の値段ということですからで土地っていうのはですね、まあ、原価償却しませんので、まあ、ずっと使えると耐用年数がないということでだから無限にこうね続くっていうふうに考えるのでだから N は無限だと、ね、これあの8をひっくり返した形になってますけどこれ無限というふうに読みますね。だから地えー、土地っていうのは償、あのーえー、却しませんと減、えー、もしませんということでありますから。あのー 無限というふうに考えるので N 期がこの、ね、N のと無限を代入してあげてということになりますね。であとは、えー、これね足していくわけなんですけども一応ここちょっとやっときましょうかね、えー。解説冊子のですね5ページにね 無限等比級数の和の公式ないしは無限等比数列の和の公式っていうのがありまして、まあ、より正確に言ったら無限等比数列の方がいいですね無限等比数列の和の公式の方が正しい,言い方なんですけども、えー、ちょっと見ていただければと思いますけども a プラス a r プラス a r 二乗プラス +AR3 乗プラス +AR4 乗プラス点点点 AR 無限乗っていうふうにありますねで A というのが一番初めに来てる数字でこれを初項というふうに言いますねでそれに加えることの2つ目 2、ね、つ目は初項に R を掛け算したものですね。これ第2項と言います。で第2項にまた R を掛け算したものが第3項ですね。で加えることの第4項は第3項にまた R を掛け算したものですね。ねでこの R を公費と言います。ね、ですか。で初項が A 公費が R なんですね。 初項が a、公比があるで、これがずっと続くものをですね無限等比数列というふうに言うんですね。で無限等比数列の今回はなんですよ。無限等比級数なんですね。でそれっていうのは実は公式がありましてで,ですね。1マイナス公比分のね、括弧1マイナス公比括弧閉じる分の初項なんです、ね。括弧1マイナス公比括弧閉じる分の初項なんですね。これで表現されますんで、ぜひこれは覚えておいていただければと思いますね。 でまあ、国民所得の増加ということで例えば、常数効果なんかね、常、えーまあ、数効果を考えていただければと思いますけど、えー、例えばあ政府支出1兆円増やしましたよと、で限界消費成功が0.8だったら、1に限界消費成功0.8倍した消費がさらに増えると、ね、0.8のまた、限界消費成功倍ですね、また消費が増えるとこれがずっと続くということで,、ねで、この1がですね今回、初行ですよ、1が初行。 で初項に0.8掛け算したものが第2項第2項に0.8掛け算したものが第3項ということですから0.8があ公比ですね。ですから項じ、えーえー、る分の初項1これがですね、えー、無限等比数列の和の公式を使ったあ、えー、場合ですね。 えー、このような形で表現できるということで、まあ、こう表されているということになりますね。でそれを計算しますと5になるということでありましてですねあのこのですね計算ですね公式ですね、えー、覚えておいていただければと思いますねこれ結構うん使うかなというふうに思いますんでね。ではですね使いますよ。比数列の和の和公式を使っていきますけど ですかね、えー。これが初項ですね。これが初項。ね、初項にですね第二項のものっていうのは何を掛け算したら第二項になりますか。初項に何を掛け算したら第二項のものになりますかね。初項にですね1プラスローブンの1プラス g 掛け算したらね第二項になるじゃないですか。第二項のものにね、えー、何を掛け算したら第三項のものになりますか。ね、第二項のものにこれを掛け算したら第三項のものになるじゃないですか。ですから初項が1プラスローブンの r。 えー、公比がですね1プラスロー分の1プラス g なんですね。で先ほど見ましたように、ねえー、分母1マイナス公比分の初項が無限等比数列の和の公式ですよ。無限等比級数の和の公式ですよ。ですから1マイナス公比分の初項1マイナス公比分の初項公比が1プラスロー分の1プラス g ね初項が1プラスロー分の r ですから当てはめましたね。これっていうのは無限等比数列の和なんです。 無限等比数列の和であれば1ス公比分の初項という公式が使えますので公式を使ったとあとは計算あとは計算ですけどもね。 えー、この 1, 万1マイナス公費分の諸項を、ね、計算さらにしてあげますとですねこれね1プラスロー分,のプラスローを、ね、分子分分母にかけたんですね分子と分母に同じ数をかけるってことはルール上やっていいんです、ね、分子に例えば5をかける分子に5をかけるんだったら分母にも必ず5をかけてくださいと不公平になるからということで同じ数字をかけるっていうのはありなんですよ分子分母にね片っぽだけかけたらダメですよ片っぽだけかけたらダメですけど 分子分母に同じ数をかけるっていうのはやっていいことなんですね。ですから同じ数をかけますよと。ね。そうしますと何が起こるのかなというと、分子見ていただければと思いますけど、1プラスロー分の R に1プラス, R か1プラスローかけてますから、これ約分できて R になりますよね、分子がね。こことここ、約分できて R になりますね。だから約分したいから、 もっと簡単な形にしたいから分子分母に1プラスローを掛け算してるんですね1プラスローを分子分母に掛け算すると約分できるから ね、だから約分できてここのところが約分できてシンプルな R になるわけですよ。で一方でですねこれにですねこれにプラスローを掛け,け算すると1に 1+ ローを掛け算すると 1+ ロー。ね、でマイナスすることの 1+ プラスロー分の 1+g にこれを 1+ プラスローを掛け算するとどうかなととこれとこれ約分できてでマイナスがこの1と g に両方かかりますからマイナス1さらにマイナス g というふうになりますね分母ね。だから分子部分に 1+ プラスローを掛け算するとこのようになると。 で、あとは1とス1ですからね消えてローマイナス G 分の R という,ふうになるわけですね。これが式1ということで地下というのはですね、えー、割引率マイナス、えー、この上昇率ですね、えー、地代の期待上昇率分のですね、えー、地代と。 いう式で表現されると、まあ、これはね鑑定士の方だったらもうあの頭の中に入っている式かと思いますけどやっぱりこの式のプロセスですねどうしてその式が出来上がったのかというところですね、まあ、やっぱりそこまで押さ、うん、えていただきたいかなと鑑定理論の方はもう私は分かりませんけどもこの式はですねファイナンスでではよよくく出てくる式なんですよ鑑定理論でもおそらく出てくると思いますけど鑑定理論の方では暗記されているのかも分かりませんけどもあのやっぱりどのような ですね、その式が作られたのかっていうのは、うん、少なくともこの式に関してはですね、えー、押さえといて頂いければと思いますね。この式に関してはこのように作るということは知っといた方がいいかなと思います。 小松先生はちょっとあの鑑定士の方はこのプロセス知らないかなっていうのをご存知であえて出してこないっていうことはありえますけども小松先生じゃなかったらあ鑑定士さんはこういった式知ってんだなとじゃあ同質させようかなっていうふうに思って、えー、出すってことは往々にしてありますからあの少なくとも無限等比数列の和の公式は覚えておく、ね、で、えー、使えるようにしておくそれは必要なことだと思います。で えーまあ、したがってね式一っていうのが出てくるわけですよ。式一っていうのが出てくるということであります。では でではです、ね、まあここ地価ですねそして、えー、ローマイナス G 分の R ということで地価っていうのは割引率マイナス地代の期待上昇率分の地代で表現できますけどこの式をですねこの式に書き換えてですね分析に使いたいんです。 ここのの式式をでですすねねにに書き換えて分析に使いたいたんです、ね、じゃあどのように書き換えるんですかということなんですけども皆さんはこのフィッシャー方程式ですねこれを思い出していただきたいんですよね。 えフィッシャー方程式って何でしたっけって言うと実質利子率っていうのは名目利子率から期待物価上昇率を差し引いたものなんだと実質利子率っていうのは名目利子率から期待物価上昇率を割あのマイナスしたものなんですよということですね。で今回物価一定です。今今回物物物物物価価価価価一一定定っていうのは今年のののは年年年ももも来年の物価も再来再同じですよと ですから物価は上昇しないということで人々の予想する物価上昇率は従ってゼロだというふうになるわけですね。物価が今年と来年と再来年ともっと先もずっと同じとこれが物価言ってずっと同じだったら人々は物価が上昇するということを予想しない従って物価上昇率予想物価上昇率はゼロになるということですね。ですからまあ今回の場合はここはゼロになるわけです、ね、だからゼロになるということは実質を名目を分ける必要がないというふうになりますね。一応書いておきますけど で割引率ローですねこれ P じゃなくてローね割引率ローは、えー、実質利子率、えーえー、に π、えー、を足したものだと、ねえー、割引率ローというのは実質利子率に ππ というのは何かなと言とリスクプレミアムですね π というのはリスクプレミアムで、えー、実質利子率というのはフィッシャー方程式に基づけばですね名目利子率マイナス期待物価上昇率ですよね、えー、実質利子率というのは名目利子率マイナス期待物価上昇率 それに π リスクプレミアムを加えるんだということですねだからこれが割引率ですよですから先ほどのですね資産価格の決定式地価の決定式なんですけども、えー、ここの割引率のところにですね今求めたあ名目率ですね、えー、名目利子率ですね、えー、そして、えー、期待物価上昇率ですね、えー、それからあーリスクプレミアムですね,これ,をねこれをこの3つで表現してあげるとこういうふうになるじゃないですか。 ですから、この地下の決定式っていうのはフィッシャー方程式を使うとですねさらにですね、このように分解できるというふうになるわけですねこのように表現できるというふうになりますね。でこれが分かっちゃえば何が起こるのかなっていうと金融政策を例えばしますとですね名目利子率が下がるじゃないですか。名目利子率が下がるということは分母が小さくなるから分母が小さくなるということは数値はでかくなる。数値がでかくなるというのは、P、地は、 高くなると上昇するということになりますね利子率の低下というのは地価の上昇促すんだよということであります一方で、えー、地代の上昇ですね地代の上昇地代の上昇というのは分子が大きくなるからしたがって数値自体はでかくなる P 地価は大きくなるということですねですか。だからこの式からですねいろんなことが見えてくるということですね名目利子率の上昇というのはですね地価を押し下げると いうことがですね、式から分かっちゃうという話ですよね。いいですかね。だからまあこれをですね、まああのー、使ってですね、えー、グラフを読み解くということになるわけなんですけども、えー、っとまずですね。 えー、2012年の末、えー、ですねそれから2012年の末から2013年の頭で、えー、こうねえっとこのこれが、えー、市街地、えー、価格指数ですねどんどん上がっていってると。 いうことですねなんで上がってってんのかっていうのを説明したいそしてなんでここまで下がったのかっていうのを説明したいわけですね。でんで下がったのかなっていうことなんですけどもあのー、まあ初めの方はね名目利子率も下がってるからもう一度ちょっと言いますよ。えー、これ 名目利子率が下がればですね名目利子率が下がれば普通地価は上昇するじゃないですか名目利子率が下がれば普通地価は上昇するんですよね。名目利子率が下がってんのに地価は下がってるんですよ名目利子率が下がってるのに地価が下がってるなんで下がってるのかなっていうと、えー、これね、えー、賃料ね賃料っていうのはさっき地代っていう風に見ていいっていう風に言ったじゃないですかここでね 丸三番見ていただければと思いますけど、えー、賃料指数ね賃料指数は地代の変動を同様に示すというふうに、えー、書いてますんで賃料指数というのは地代というふうに考えていいんですよ、ね、ですから、ね、名目利子率が下がってるから通常ですね地価は上がっていかなければおかしいところなのに地価も下がってるなんで下がっているのかなというと、えー、賃料が下がってるんですよ 賃料がぐわっと下がってるから、賃料がぐわっと下がってるからですね、地価はかなり下がっちゃったということですね。だから地価あの利子率が下がったら地価は上昇、地価の上昇圧力が利子率が下がることによってかかるわけなんですけど、地代が下がっちゃってると、地代が下がっちゃってるから地価が 押し下げられる圧力がかかっているとで地代が下がったその方の圧力の方があの地下にね影響度が大きかったってことですねわかりますかね利子率の下落というのは地下押し上げ要因になります利子率の下落というのは地下押し上げ要因になるとねで地代の低下っていうのは地下押し下げ要因になるわけねで地代の低下の方がより影響度合いが大きかったってことねそういったことですね。 ですかだからあち、えー、利,子率の利子率の低下によって地価押し上げ要因があったんだけども、えー、地代が下がったということで地価押し下げ要因も同時にあったと。で地代が下がったという地価押し下げ要因の方がより強く強く実体経済というかそのこの式にですね影響が出てきちゃったもんだから最終的には地価が 結論ととしては下がっっちゃったという話だ、ね、から、ね、地下押し上げ要因も利子率が下がってますからあったとあったんだけど地代が下が下ってるその地代が下がったという地下押し下げ要因の方が強く、えー、影響出てきちゃったとだから地下が下がったとそういう説明ですね。であとここのところはね利子率も上がってるから利子率が上がったことによって地下押し下げ。 そして、えー、賃料も下がってるから地価が押し下げられた。でここのところは説明しやすいです。こっちは難しいよね。利子率が下がってるのに地価下がってるんだよ。なんでかなっていうと賃料が下がってるから賃料の押し下げがね地価を押し下げた。そっちの方がより強く出てきちゃったんで地価が下がったっていうふうな話になるわけですね。で,ですかね。でここから先は何かなって言うとアベノミクスですよ。アベノミクスっていうのは三本の矢っていうのがありますよね。 財政金融そして成長戦略ということで財政政策金融政策成長戦略ですねでこの2本初めの2本財政政策と金融政策が、まあ、いわゆるマクロ経済政策ですよね短期的な効果を狙った政策でそれに対して成長戦略というのは長期的な効果を狙っている戦略に政策になりますね。ですから ADS 分析の枠組みで考えるならばですね財政政策と金融政策っていうのはですねあの AD 曲線に働か かけるわけですよ AD 曲線に働きかけるような政策が、えー、財政政策と金融政策ですね ISLM 分, IS 分析の枠組みでいうと財政政策 IS 曲線に、えー、働きかける政策金融政策 LM 曲線に働きかける政策ということなんですけども ADAS 分析の枠組みで考えるならば総事業に影響を出すような政策これが財政政策金融政策いわゆるマクロ経済政策であると。一方で成長戦略っていうのは何かなっていうと 総供給曲線 AS 曲線に影響を及ぼすんですね成長戦略というのは商売しやすい状況を整えるということなんですねえですから生産性が上がるということで AS 曲線右シフトなんですよ通常ねですからまあ AD と AS に双方に働きかけるような政策が3本の矢だったわけですよねアベノミクスだったわけですね 安倍のミクスというのは安倍政権の経済政策ね。安倍のミクスっていうのは安倍プラスエコノミクスなんですよ。安倍安倍のミクスっていうのは安倍プラスエコノミクスで、エコノミクスっていうのはまあ経済学というふうに訳しますけども、あのここでは経済政策というふうに意訳しましてですね、安倍政権の経済政策これが安倍のミクスですね。まあもとレーガノミクスっていう言葉があったんですよ。レーガン政権のエコノミクスね。レーガノミクスってね。 えー、いうのがありましてですね、まあ、それをもじってアベノミクスということだったわけなんですけどね。でアベノミクスがだから安倍さんが2012年の末ですねあの総理大臣に返り咲きましてですねそこからアベノミクスですよ、えー、3月だったですらっけね、まあ、日本銀行の総裁から白から黒へということで白川さんから黒田総裁に変わったということでですねで、まあ、金融政策がもう変わりましたよ、えー、大胆な金融政策ですよね。 でそれによってマネタリーベースをばんばん増やしたその結果ですね、えー、名目利子率がですねこんなに下がったと名目利子率10年ものの名目利子率がですね、えー、非常に下がったんだとだからこ1%とかを超えてたわけですよねあの白川さんの時はですねそれがですねばんばんであの大胆な金融政策ということでぐわっと名目利子率が下がったとで名目利子率が下がるとですねこれね地代上がってきますよ地代が上がってくる。 なんで上がってくるんですかって言うとこれですよ。えー、この地下というのはですね 名目利子率 R が下がれば R が下がれば分母が小さくなる分母が小さくなるってことは数値はでかくなる地価は大きくなるってことですから名目利子率がアベノミクスによって下がったと10年もの国債利回りが下がったと名目利子率が下がったんですそれによってこの式に基づけば P 地価が上昇するんだよということですねで同じくですね。 地代も上がってますよねアベノミクス以降地,、えー、地代収入も上がってきてきますよね地代収入の増加っていうのは、えー、先ほどの資産価格の決定式では分子が大きくなるってことですから数値は大きくなるつまり地価は大きくなるってことで、まあ、したがって、えー、このね地代収入の、えー、これですね、えー、地代収入の増加もです、ね、地価を押し上げてるわけね利子率の低下も地価を押し上げてる。 そして地代収入の増加もですね、上昇もですね、地価を押し上げてるっていうね、えー、ことになりますよね。いいですかね。えー、この二つを押さえておいていただければと思いますね。だからアベノミクス、のね、お話なんですけどね。だから、まあ、アベノミクスに対する批判っていうのはね、まあ、結構ありますけども、まあ、もちろんそういうね、批判はすべて、えー、あの。え あの謝ってるわけけではありませんけどもしかしながらやっぱりねアベノミックスによって、まあ、日本経済が私はある程度ね良くなったかなと、まあ、特にここには出てきておりませんけどやっぱり失業率ですね特にね失業率がね非常にガッともう完全雇用の状況ですよ 2. 数ですからねそこまで押し下げたっていうことでまあ非常に、えーまあ、はっきり言ってこのうん GDP の成長率でいうとね実質の成長率でいうと高々知れてるんですけども、まあ、雇用 を、うんまあ、増やしたと、えー、それからやっぱり資産価格ですねそれを押し上げたっていうのはまあ非常に、まあうん、貢献したかなと安倍,さん安倍政権をねなんかこう安倍政権の政策をなんかこうちょっと肯定的なことを言うとねお前は回し者かっていうふうによく言われるんですけど、うん、別にそういうわけじゃなくてやっぱり株価とか資産価格っていうのも大切なんですよね。そこでこでででけちゃうとすすねだから民主党政権の時にはもう円台ですよ まあもちろんリーマンショックがあってそれから東日本大震災があってということで非常にまあ大変な時だったんですから、まあ仕方ないといえば仕方ないんですけどもやっぱり株価が7000円になっちゃうともう本当にもう人々のマインドがもう悪化してしてままいますよね。えーまあ、リスクプレミアムですよそれこそ。 だからまあそういうふうになっちゃうとこのリスクプレミアムが上昇しちゃうんですよねえ株価がまあ非常に下がっている時っていうのはですねもうやばいんじゃないのこの国はっていうふうになるんですねリスクプレミアムが上昇しちゃうんですよだからますますえ地価だってこれ下がっちゃいますよねリスクプレミアム、パイが上昇すると分布が大きくなるから下がるということなんですけどもだからこうやっぱりこうアベノミクスによってリスクプレミアムをこう押し下げたっていうのがあるんですよね。 この政策。 いけんじゃないのっていうことでですね、人々のリスク許容度が上がったんですよ。リスク許容度が上がるってことはリスクプレミアムが下がるっていうこと、リスクを取れるようになるってことですから、リスクプレミアムが下がるということですね。それによってまあ資産への投資っていうのが増えてきて資産価格が上昇したっていうことですね。で資産価格がやっぱり上昇してきますとですね、やっぱり経済が好循環していくんですよね。まあ前回の問題7ですがああ地価あの不動産価格が低下したっていう。 あの渡辺先生の、ね、問題やったじゃないですかであれなんか、まあ、さらに顕著ですけど不動産価格が下がるということは、まあ、クレジットクランジが起きたりだとか、まあ、ものすごく下がるということが条件なんですけどもやっぱり地価の下落資産価格の低下というのはですね、まあ、褒められたものじゃない悪影響が出てくるということですからやっぱりこ資産価格を上げるというのはですね経済にとってはある程度必要なことなんですけどアベノミクスはそこに関しては、ね、結構成功しているかなと。 3万8,915円には全然届きませんけど日経平均株価が、まあ、最高値が3万8,915円ですけど、まあ、そこには全然 ね3万円にすら届きませんけどもだけどまあよく株価もここまで上がったなっていう感じですよねやっぱ株価が低いとですね、えー、なかなか、まあ、資産効果っていう言葉がありますけど、えー、株価がこうですねどん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 下がってくると逆資産効果っていうことで資産価格が資産価値が目減りしちゃいますとですね人々の財布の紐がガーって硬くなっちゃってですね消費 しなくなってしまうということになってしまうんですよ。消費がガタベりしてしまうってことになってしまうんですよ。だからマクロ経済にね。資産価格っていうのは非常にね、えー、重要なものでありましてですね。まあ、そこを仕上げるって言うのはね、えー、大切なものなんですけどね。まあ、ちょっと話をね。戻しますけども。 あのここのところだからねよくね資産価格の決定式ですね今回資産は地価ですけども土地ですけども地価の決定式ですがこの式はフィッシャー方程式を使うとですねこのように変形できるんだよというねフィッシャー方程式を使ったらこのように変形できるというねこの式、まあ、非常にうんいろいろものを分析するときにはですね重要な式になるかなと思いますのでぜひ、えー、ちゃんと展開できるようにねしといていただければと思いますね。 いいですかね。ではですねえっとああったではですねちょっと戻りますね括弧の二番ですね 名目利子率の低下は貨幣の需要に対してどのような変化をもたらすと考えられるのか貨幣需要を決定する要因について説明した上で述べなさい。なお貨幣需要の均衡式は式3の通りであるということでのイコールカンマということで貨幣需要と利子率の関係ということでありますけども貨幣需要っていうのはですねこのプラスアルファでも確かやったと思いますけど あの3つの貨幣を保有する動機というのがありましたよね。えー、取引動機に基づく貨幣需要それから何、えー、でしたっけ 予備的動機に基づく貨幣需要ですねでそれっていうのは l 1として、うん、集約できると Y が増えればですね取引の規模が拡大するから需要される貨幣も増えるでしょうということで l 1としてね表現できたりしますよねつまり l 1というのはあ国民所得の増加関数であると所得が増加したら貨幣需要が増えるというふうなことでありまして。 L1 は国民所得の増加関数ですよとそれはですねん取引的動機に基づく貨幣需要と予備的同期にですね基づいてますよねというふうになりますよねであともう一つあったのが投機的動機に基づく貨幣需要ですよねえ貨幣と債権という2つの資産があるならばマクロ経済学はあの不動産鑑定試験のような入門レベルのね経済学で考えるとですね資産を2つに集約するんですよ。本当はは資産というのはね貨幣があって そそれこそ国債などのような債券があって株式があって不動産があって絵画があっていろんなものが資産ですよねだけどもそういうふうにやったらもう大変ですから、えー、ミクロ経済学で二財モデルっていうのがあったじゃないですか、えー、ビールと芋焼酎みたいなね二財モデルっていうのがありましたけどここでもやっぱり二財モデル的な発想なんですよ。貨幣という安全資産、ね、一方で債券も株式もですね不動産も危険資産なんですよ。元本割りするから。 危険資産なんですねだから危険資産はもう一括りにしちゃおうとじゃあ危険資産を一括りにするじゃあそれを債権と言おうじゃないかということで貨幣と債権というこの二分法的な、えー、二材モデル的なですね発想でですね分析していくんですねまあ、そのところまず押さえていただければと思いますね でありますよとで、えー、利子率がですね、投機的動機に基づく貨幣需要で、えー、考えますと、ですね利子率、利子率っていうとなんか分かりにくいですから、利回りっていうふうに持っていった方がいいですよね、だからさっきの,あの、えー、国債10年もの利回りですよ、利回りがまあ上がった場合、じゃあどうするんですかとで、国債を持つことによって得られる利回りが上がったならば、貨幣需要どうなりますかっていうと、利回り上がってるんだったら、利回り上がってるんだったら、国債を持った方が得じゃないですか。 利回り上がってんだからじゃあ手元の貨幣を減らして国債をもう少し手元に増やそうかなっていうことで国債の利回りが上がってる時っていうのはあ国債の保有量もう少し増やすんですよ。 手持ちの量もう少し増やすんですよつまり貨幣の量を減らすんですよだから貨幣需要が減っていくわけですねいいですか。だから利回りが上がると貨幣需要が減るということでま従、あ、って、えー、貨幣需要というのはですね利子率の減少関数利子率が上がったら利回りが上がったら貨幣需要を減るということで利子率の減少関数というふうになるんですね いいですか国民所得の貨幣需要は増加関数そして貨幣、えー、需要っていうのは利回り利子率の減少関数であると、まあ、その辺しっかりと押さえておいていただければと思いますね関数っていうのはそもそも対応関係ですよ関数っていうのはそもそも対応関係 L と Y の対応関係 L と利子率の対応関係 関数いうのはそもそもそそ対応関係でその対応関係が、ね、一方の増加が一方の減少をもたらすような関係にあるのか一方の増加がもう一方の増加をもたらす関係にあるのかっていうことで増加関数減少関数になるわけですよ。増加関数は一方が増えたらもう一方も増える減少関数は一方が増えてんのに一方は減っちゃうこれが減少関数ですよね、えー、まあ言葉しっかりとと押さえていいいただければと思いますね。 だから、まあ、あの減少関数だっていうことをね、括、え、弧、ー、2番でさらに述べていただきたいということでありますよね。で、括弧の3番ですね、穴埋めなんですけどもあの、私はもうずっと穴埋めね、予想してたんですよ。まあ、大したい予想じゃないですけどね。あのー 階級学ででもすすに穴埋めが出てますよ、えー、なので、えー、経済でもね穴埋め別にあっても全然いいんでね、まあ、民法なんか穴埋めってちょっとなかなか難しいのかもしれませんけど経済学だったら別に計算問題穴埋めにしてもいいし、まあ、こういうふうにキーワード穴埋めにしてもいいし全然できますからだから短期合格っていうのを考えれば別に穴埋めっていう発想になるわけなんですけども、まあ、従いまして全然こう私何年か前からもう的中とか公開模擬試験とかその辺でもね あの出ししてましたけどようやく穴埋めが出たという感じなんですけどもえじゃあちょっと見ていきましょうかね可変数量方程式、まあうん、古典派のね、えー、可変数量説を式にしたものですよね。MV イコール PY という話ですよね。でこの m=py v イコールなんですけど。 V ですね V というのはですねまあ一定であるというふうに通常考えますよねだから V と Y が、まあ、あ古典派のこの数量説を考える際に一定だっていうことなんですけど特に V の方ですね特に V の方がまあ一定だっていうふうに考えるのがいいのかなとで V と Y が一定であればですね M 増やしても物価が上がるだけですよねっていうふうに考えるのが 古典派のですねね貨幣数量説です、ね、ですすから、まあ、自体経済に影響が出てこないということでありましてですね、まあ、ここのところも押さえておいていただきたいですね貨幣ベール感とか、えー、古典派の二分法というふうに言うんですねだから貨幣の量を増やしてもですね意味ないよと物価が上がるだけでの自体経済実物経済に何ら影響を及びしませんよとこれが古典派の二分法ですね、えー、古典派というのはですね貨幣部門と実物部門で二分されてるんだと。 だから貨幣の世界で貨幣部門で貨幣の量を増やしたとしても実物部門には何ら影響が出てこないんだよと二分されてますよとこれが古典派の二分法ですねで貨幣ベール感というのは何かなと貨幣っていうのは実体経済を覆っている覆っているベールに過ぎないとこれが貨幣ベール感ですね。実体経済を覆っている貨幣っていうのはベールに過ぎないんだとですから貨幣の量を2倍にしてもベールの長さが2倍になるだけでそれを覆っている実体経済には何ら影響が出てこないんだよと これが貨幣ベールカンですね。貨幣っていうのはもう単なる実体経済実物経済を覆っているベールに過ぎないだから貨幣の量を増やすというのはベールの長さが長くなるってだけですよ長くなるそれに包まれてる実体経済の大きさは変わらないとだから意味ねえんだとこれが古典派の考え方であるという話ですね でそれに対してケインズは何かなと言うと ISLM 分析モデルの方ですよね。まあ、ケインズの貨幣の見方を流動性先行説というふうに言いますけど、ケインズの方は何かなと言うと M を増やすと。ね M を増やすとですね、貨幣市場でお金が余るから、お金が余るから利子率は下がるでしょというふうに考えるのが流動性先行説ですね。だからケインズの方はね、 物価が物価水準が一定というふうにね短期的には考えてるんですねケインズの方は物価が短期的には一定ですよっていうふうに考えているんですよね。 だけど古典派の方はですねあの価格の伸縮性で経済を見ておりますからねだから価格が動く世界つまり価格の平均値である物価を動く世界を考えているとだからそこが違うわけなんですよねだから価格の見方そこに結構行き着きますよ古典派とケインズ派の違いはね古典派の方々は価格が伸縮的なんですよだから物価も動くと こういう世界ですよねでそれに対してケインちゃんはですね価格の硬直性まあ最近は粘着性スティッキーっていうふうに言ったりしますけど価格の硬直性なんですねだから価格の平均値である物価はね、えー、一定だというふうに考えるんですよで物価が一定であれば何が起こるのかなつとお金を刷りすぎるとお金が余るから利子率が下がるんだとそのように考えるんですよただあのケインズ派もですね長期で見たらさすがに物価上がると考えます 長期的に見たらですねさすがに物価が上がるとですから、えー、長期的に見るとですね何が起こるのかなというと、えー、貨幣市場でですねお金を増やしますよね貨幣市場でお金をちょっと変えたほうがいいかな、えー、ちょっとどっかにああの書きますけどもどうしようえー、っとですねじゃあちょっと今書きますねえー、っとですね まず、えーまあ、これは当たり前ですよね、えーまあ、M を増やしますとですね何が起こるんですかっていうと M を増やしますと利子率が R スターだったんですけど M が増えるとお金が余るとお金が余るとお金が余るから利子率が下がっていきますよねと。 これがケインズの見方ですね。で、お金が余ってる状況がなくなるまで下がるんですよと。とだから r ダッシュまでね。短期的には下がりますよね。短期的にはねだけども、長期で見るとね。長期で見るとね。長期的にはどうなるのかな？って言うと長期的にはですね。物価が上がってくるんですね。長期的にはですね。物価が上がってくるとね。 長期的に見るとさすがにお金の量をすりすぎるとですねお金の価値が下がってくるんですよでお金の価値を例えば2倍に増やしましたで、2倍に増やしたらさすがにお金の価値がですね長期的に見るとですね下がってくるんですよね、えー、お金の価値をお金を2倍に例えばね、えー、増やしたならばお金の価値がじりじりと、えー、だんだん下がってくるわけですよだから貨幣錯覚 っていう言葉を、ね、あのフィリップス曲線を勉強する時には出てくるかと思いますけど短期的には貨幣錯覚が起きてるんで、えー、あんんまりその物,価が物価に影響が出てこないんですよね、えー、しかし長期的にはですねお金の量が何か増えてるなと、ね、お金の量が増えてるなということでお金の価値がですねだんだん下がってくるんですよ。 お金の数が2倍に増えてんだったらお金の価値が下がってるなっていうね気づくんですよじゃないですからだからお金の価値がだんだん下がってるぐらいですねだから例えばお金の量を2倍に増やしたんだったら今までボールペンをですね100円で買えてたとお金の量を2倍に増やしてんだったら人々の手元に今まで以上にお金が増えるわけですからお金の価値が下がってですねお金の価値が下がるつまり100円でボールペン買えなくなっちゃうお金の量が増えてるからお金の価値が下がってですね だから200円払わないとボールペン買えなくなっちゃうっていうねそれが起こっちゃうわけですね短期的にはあんまり気づかないですお金の量を増やしたとしてもだけど長い目で見るとお金の量を増やしたことによってですねそれは分かってくるんですよお金なんかちょっと増えてるなっていうねだから物価が上がってくるんですよねですから長期的に見るとですね長期的に見ると物価が上がってくるということで戻っちゃうんですね戻っちゃうだから利子率がまた上がっちゃうというね 長期的に見ると、えー、だから長期的に見るとですねここ戻っちゃうわけですよ、ね、戻っちゃうと戻っちゃうということは何が起こるのかなっていうと、えー、ここですよ。今度は需要がここで供給がここですから。 えー、需要の方が供給を上回るってことで、えー、要はあ余ってる、えー、足りないか足りないっていう状況が起こっちゃうから足りないっていう状況が起こっちゃうから利子率が上昇しちゃうわけです、ね、ですかねだからあ短期的には、えー、金融緩和政策を行ったことによってお金が余るから利子率が下がると。 だけど長期的に見るとですね物価が上がってくると物価が上がってくるまあつまり元に戻っちゃうと元に戻るということは需要の方が供給を上回っているという超過需要が起こるんでお金が足りなくなるということで利子率が上がる元に戻っちゃうということですね,ですかねだからあの古典派であれそれからケインズ派であれですね長期的に見たら変わりません。 長期で見たらですね古典派の議論それからケインズ派の議論これは変わらないんですよだから短期的なところでん議論が起こっているというふうに思っていただければと思いますね長期で見た時はですねもうどっちも同じような見方をしてますよねだけど短期的には価格っていうのがスティッキーなんだっていうのがンズ派なんですよ、えー、私もやっぱりそう思いますね短期的にはねそこまで伸縮的に動かんだろうと だけど長期ではねやっぱり動いてくるかなといいううふうに思いますよねだからまあ長期と短期っていうふうに言いますけどだから古典派の方々はそれが短期でも起こると、ね、だからケインズ派の人間はそれは長期だったら起こるけどっていう感じですよね。ですから古典派の議論っていうのはねあの経済学を勉強する際には必要なんですよ。それはなぜ必要か長期的には少なくともその姿が成り立つからだから大切、ね、だから長期の見方もできなきゃやっぱまずいじゃないですか。 1>, ねえー、1年っていう非常に短い期間で見るとですねそれどうなのかっていう見方をできているそれも大切ですし、えー、5年10年っていう長い見方もできるっていうね、えー、それも大切ですよね。でその長期的な見方をですね古典派は少なくとも教えてくれてる、まあ、古典派の方々はそれ短期でも成り立つっていうふうに言うんですけども、えー、古典派じゃない人間が古典派の議論を学ぶ意義もやっぱりあってそれはなぜかというと長期では成り立つから。 長期では成り立つ議論ななんでで少なくとですから,あのだからケインズ派の考え方でそれ長期でやると結局だからこれあの、えー、物価が上がるじゃないですか、ね、M を増やすと長期的に見ると長期的に見るとここちょっと線引いといた方がいいですねあの全然議論違いますから、えー、長期っていうふうにやっておきましょうか。 長期では物価が上がってくるってことね。長期的に見えたら物価が上がってくるということで、で、えー、長期的に見たら利子率が下がって上がるから、ね利子率が下がって上がるから利子率は一定なんですよで。長期的に見ると利子率は下がって上がるから元の水準なんですよ。利子率は一定なんですよね。ですからそういったですねところですよね。あのまあ。あ 期間でね期間でその見方が変わってくるっていうねそこを押さえておいていただくといいかなと思いますね。でですね、丸、え、三、ー、のところどうでしょう皆さん、丸三ってカッコの三の丸三ですね、IS モデルでは利子率ですね、これ実質ですか名目ですか、それから LA モデルでは丸四番。 えー、利子率が実質ですか名目ですかってことなんですけどもまずあのこれはね私の直前期ではやってるんですけどもあの民間の投資設備投資あるいは住宅投資まで含めてもいいんですけども民間の投資というのはですね実質利子率の減少関数なんです民間の投資っていうのは実質利子率の減少関数なんです。 実質で利子率が安いか低いかでですねあの民間の投資が決まるんですよ実質で利回り低いなっていう時にじゃあお金借りやすくなってるから実質で借りやすくなってるから設備投資しようかという話で実質の関数になってますそこをまず押さえておいていただければと思いますねで一方でここがごちゃごちゃしちゃうんですけど、えー貨,幣えー、貨幣市場におけるですね利子率というのはね実は名目なんですよ実は名目なんですねなので えー、そっちは名目とこういうところで、まあ、そこはねちょっとねまた、えー、細かいところになるんでねあのこれ以上ちょっとあ突っ込まなくてもいいかなというふうに思いますけどただね今回ねヒントがあるんですよ今回も真上にヒントありますからね。だからやっぱり現場思考力 あの抜け目なさそういうのがちょっと必要になってくるのかなというふうに思いますけどね、えー、これ式算ですよ。P、分の、M、イコール L 括弧 y、えー、カマ、r、ですねで、r、というのはこれなんですか名目利子率ですよね。ね L、というのは貨幣需要ですよね。P、分のというのは貨幣供給ですね。これ貨幣市場の話じゃないですか。で貨幣市場を動かす要因っていうのはまあ y か r なんですよ。 Y と R が貨幣市場を動かすってことですね L を動かすことによって貨幣市場を動かすってことですよだから貨幣市場ではね、えー、何が大切なんですかって言うと利子率の中でもですね、名目利子率なんですよ、ね、この式から明らかじゃないだから丸四、えー、番は実質か利子率かって言ったら LM モデル貨幣市場のモデルなんですから名目ですよと 名名目目でですすかかららねこの率はだから上見りゃもうヒントが載ってるということでだから名目でしょっていうのが分かるわけなんですけどもなのであのえよく問題をね見ていただくといいかなと思いますね。 でつまり以降ですねちょっと見て頂ければと思いますね可変数量方程式と ISLM モデルでは各理論モデルの想定する対象期間が異なる具体的には数量方程式では期間は長期を対象としているということですねだ先ほど申し上げましたけどやっぱり長期的なね、えー、まあ固定派の、ね、方々はいや短期でも成り立つんだよっていう方もいるんですけどもまああの一般的に見るとというねそういう見方かなというふうに思いますけどね一般的に見るとあの、まあ、だから賢者なんかも含めてね 考えると長期的にもっていうそういったことですねで ISLM モデルの方は短期でねっていうことですよね。いいですかね、まあ、そんなところかなと思いますね。ではですねちょっと最後のお話になりますね。あのー、こちらちょっと見て頂ければと思いますけども。 えー、量的、質的、金融緩和の話がですねカッコ4に載ってるんですねで、量的量的っていうのはね、クオンティテイティブっていう風に言うんですよ、ね、で、えー、質的っていうのはね、クオリティティブっていうんですねだからクオンティテ,イブテ,イティブ、クオリティティブそれで金融緩和っていうのはイージングって言うんですねですからクオンティテイティブ、クオリティティブ、イージングっていう風に言うんで QQE っていう風に言ったりしますねこれも覚えていてください でまあ、量的質的金融緩和というのはもう大胆すぎる金融政策ですねということで大胆な金融政策ないしはもうえこの,の,ものすごいんじゃないですかということで異次元な金融政策というふうに言われたりもしますで何がすごいのかっていうと今まではこっちばっかりだったんですよ量を増やすと量を増やすことによってお金の量を増やすどういうふうに増やすんですかお金の量主に買いオペです主に買いオペ えーまあ、マーケットで,です、ね、国際市場で,です、ねまあ、ガンガン開幕、ねまあ、国際市場っていうか、まあうん、カヨペ中央市中銀行から買うということなんですけどガンガン買うわけですよ。買うということはガンガンお金を払うわけですよね。世の中のお金が増えていくということで、えー、量を増やして、ね、量を増やすことによってお金が余ってです、ねえー、あの利子率が下がるということですね。こ,これですよままさに先ほどど、ね、私申しし上げましたけど あの貨幣市場の方は名目利子率なんですよ、ね、貨幣市場の方は実質ではなくて名目利子率だっていうところはねこれはちょっとねあの覚えておいて頂いければと思いますね。で実質、えー、ごめんなさい、えー、民間の投資に影響を及ぼすのは実質の方ねだから名目の利子率ってあんまり関係なくてですねあの民間の投資の方はね実質的に考えてその利息っていうのは高いのか低いのか、ね、実質で動くんですよ企業っていうのはね。実質で安いんだったら 民間の投資を増やしますし実質で、えー、その利息が高いんだったら投資を、うん、しないないしは減らすっていうねそういうふうになるわけですよね。で名目利子率です貨幣市場ね。で、えー、量的緩和というのはお金の量を増やしますよとそうするとお金が余りますから利子率が下がると名目利子率が下がると。で名目利子率っていうのは先ほどのこれねこれで言いますと。 えー、ロ,ーローが下がるということね名目,、えー、名,目名目利子率が下がるということはローが下がるということねだから割引率が下がるということ名目利子率の低下っていうのはねで割引率が下がるということは、ね、割引率が下がるということはえー、だからあここですね割引率が下がるということは分母が小さくなるんで地価は上昇するということですね。 で一方で、えー、質的緩和って何ですか、ね、質的緩和っていうのはリスクプレミアムがねこれ質的緩和によってね下がるということなんですけど皆さんちょっとね、えー、解説冊子の3ページですかね問題のところね日本銀行の、えー、量的質的金融緩和の導入についてっていうところをちょっと目を通していただければと思いますちょっと読み上げますね。日本銀行は消費者物価の前年比 上昇率2%の物価安定の目標を2年程度の期間を念頭に置いてできるだけ早期に実現するこのためマネタリーベース及び長期国債 ETF の保有額を2年間で2倍に拡大し長期国債買い入れの平均残存期間を2倍,に2倍以上に延長するなら両質ともに次元の違う金融緩和を行うということででですすね出というのは今今てきたんですけど今まで,ですね。 あの買わなかったようなリスクの高いものまで買っちゃうっていうのが質的緩和なんですよだから今まで ETF なんて買ってませんそれからここには書いてませんけど J リートなんて買ってませんだから、買ってるんですよリスクの高いものまで買ってる質的にも緩和してるんですよと、ね、今まではカオペってことで、えーまあ、満期まで2年とかそれぐらい短いものをですねあの国債買ってたとだけど、ね、満期までの期間がです、ね、なんですすねか、えー、非常に長いものまで買っちゃうということですよ。 それからリスクの高いですね ETF だとか、まあ、ここには書いてませんけど J リートだとかも買っちゃうということですよね。これが質的緩和ですねリスクの高いものまで中央銀行が手を出しているとあこれはやる気があるんじゃないのかなってことで人々のですねリスク許容度がですね上がるとつまりリスクプレミアムが下がると。 俺たちリスク取ってもちょっといいんじゃないかな中央銀行もリスク取ってるしということでリスクプレミアムがこれによって、ね、下がるんですよでリスクプレミアムが下が下るということは、ねえー、これリスクプレミアムですよこの π、ね、というのはリスクプレミアムですからリスクプレミアムが下がるということはロがが下がるとということ、ね、ですか、ね、だからこの質的緩和によって割引率を押し下げてるということね。 えー、中央銀行がリスクを取ることによってですね人々のリスク許容度が上がるつまりリスクプレミアムが下がるということそれは割引率を押し下げるということに他ならないということですね。よろしいですか 最後ですねインフレターゲット、ね、インフレ目標なんですけども、インフレ率2%設定して、ですね俺たちやるんだぜってことですね、えー、ガンガン量も増やすし、もう2年で2倍ですからね、で当初、100兆円足らずだったんですよ、それを2年で2倍にしようやということだったんですね、100兆いかなかったですね、そうですね、100兆いかなかったんです、2年で2倍と。でもう今、黒田総裁が2013年に就任して、7年目ですか、7年かなんか経ってますよね。で えー、今600兆ですよマネタリーベースがねだから780兆だったんですよ黒田総裁が就任した時それが600兆ですからねマネタリーベースがねですからものすごくこう増やしてるということですよねだからこうインフレターゲットなぜインフレターゲットしてるのかっていうとその目標あの、えー、ごめんなさいなぜ金融緩和してるのかっていうと目標があってインフレターゲットなんですねインフレ率2% これを目標としていると。してるなぜインフレ率2%を目標としているんですかというとやっぱり国際的にねインフレ率2%ぐらいがいいよということですねあのインフレは悪なんですよインフレは悪なんですけど2%ぐらいのインフレというのは、まあ、一番実はいいんじゃないかというふうに言われてましてですねあ,のある程度のインフレが欲しいんです。 ある程度のインフレはむしろあの欲しくてですね。で、インフレ率2パーセントぐらいっていうのは、まあ一番ちょうどいいぐらいなんですよね。インフレが10パーセント、20パーセントになっちゃったらですね、あの、えー。 今までね、えー、お年寄りで、えーいえー、今まで働いてきたお年寄りお金を貯めたお年寄りのお金の価値がガタベリしちゃうってことですよ。インフレ率 10%20% になったらそれはかわいそうじゃないですか。ねえー、例えばお年、えー、今まで働いてきた人がね、えー、60歳70歳になってですね今まで、えー、2,000万こう頑張って貯めたと。 ね、この2,000万で、ね、老後はですね毎日、えー、夕方5時からビールを飲むんだというふうに思ってた、ね、それでインフレになっちゃったらですね買えるビールの方数がガタベリしちゃうんですよせっかくその人何十年かかって2,000万貯めたのに、ね、ですからインフレになっちゃったらお年寄りがかわいそうと蓄えた人がかわいそうということですからインフレになりすぎるのは問題なんですけど2%ぐらいのインフレっていうのは逆に心地がいいと。 物の値段が上がってってるってことは来年値段が上がるんだろうなー2%ずつ上がってるからじゃあ早打ち買っとくかというふうになるじゃないですかだからインフレになりすぎるのはダメお年寄りとかお金貯め込んだ人の価値が資産価値が下がっちゃうからそれはまずいということなんですけどもだけどある程度のインフレがないと、えー、消費投資が増えていかないんですね。 インフレだからじゃあ前倒して今消費しておこうかってことになるじゃないですかだからデフレはだから悪なんですよデフレは物の値段下がりますよね物の値段下がるということは車買おうかなあでも来年車安いじゃんだってデフレだからと来年今100万だったら2%デフレだから来年98万だじゃあ98万になってから買おうかなってことで今年買わないんですよ今年買わないんだったら自動車メーカー困るじゃないですかだからデフレっていうのは消費を先延ばし先延ばしじゃう インフレっていうのは消費を前倒し前倒しするだから今売れる今売れるから景気が良くなるということですねだからインフレにしたいんですよね。だからデフレが諸悪の根源というふうに私は思ってるんですけど、まあ、安倍政権もまあそういう見方ですよねだからデフレからの脱却ということでインフレターゲットということなんですよ。でインフレターゲットによって何が起こるのかなっていうとこれですよ。日銀が大胆にやるインフレ目標を設定するね、えー、コミットメントする。 ああじゃあ大丈夫なんじゃないかなということで人々の期待予想ですね期待っていうのは予想というふうに考えてください予想物価上昇率が、ね、日銀がターゲットを設定してやってるんだからだいあの上がるんじゃないかなっていうことで人々の予想する物価上昇率が上昇していくと。 で予想物価上昇率が上昇するということはですね割引率フィッシャー工程式を絡めた割引率期待物価上昇率が上昇するということは、ね、このマイナスがくっついているものが上昇するわけですから数値は小さくなるということで割引率は低下するんですねですかね。 だからこの3つなんですよね経路というのはねインフレターゲットによって割引率を押し下げる量的緩和によって割引率を押し下げる質的緩和によって割引率を押し下げるその理屈ですねしっかりと押さえておいていただければと思いますね。だからこれが安倍政権ののの狙いですよ。よ先ほど申しし上げましたように、3つのそのね。 えー、政策財政金融成長戦略とあるわけなんですけどその柱っていうかまあ、中心ですねそれはもうまさに、えー、大胆な金融政策ですよ、えー、これが柱になってますよねだからもう中央銀行と政府が一体となってということですね だから政府の言いなりじゃまずいんですけどもだけどやっぱりあの政府と中央銀行が全くバラバラな方向をやってたら経済政策がぐちゃぐちゃになっちゃいますからねやっぱり足並みを揃えてということでだけど独立性も保ってということが必要になるわけなんですけど独立性を保たないと、えー、やっぱりあのまずいとそれが中央銀行の独立性ですからね。 だけどもまあ2%目標っていうのはやっぱり国際的にも言われておりますでしすて、ねまあ、政府が2%の目標を達成しその手段それを実現する手段は独立でいいよと独立性を担保しようというまあ流れがまあ今、言われており今というかまあだいぶ前から言われておりまして目標は別に政府が作っていいんじゃないのという,ふうな議論もあってですね でその政策手段はもう政府はあの口出すんなとそれはもう独立性だからと、まあ、そうまいずれにしても量的質的金融緩和というお話でありましてですねこれをすることによって、まあ、いろんな影響が出てくるわけですよねだからいろいろ出てきてますよこれによってだからまずねこれまずこれによって。 あのローが下がってるわけじゃないですか。割引率ローが下がってるということですから、これ地価の地価の決定式ですから、まあ、資産価格の決定式と同じですよ。だから割引率が下がるということは地価が上がる資産価格が上昇するということですね。だから株も上がるし、株も同じ式ですよ。 株価債券、まあ、株価は同じ式ですねで土地だとか、まあ、あの建物だとか、まあ、同じ式ですよ資産価格はねですから労が下がるってことは資産価格は上昇していくとで資産価格が上昇していくと資産効果が見込まれて、ねえー、資産家の方々が、ねえー、財布の紐が緩んで消費が増えていくわけですよ。 えだからあの景気にもいい影響が出てくるという話ですよね。それから、こんだけね大,胆にお金を大胆にお金を増やすということは為替影響が出てきますねお金の量が増えてということですよね。あとまあ利子率が下がってますからえ日本へ投資しなくなるとね利子率が下がってるからね海外で投資しようかなということで,ですねあの円が売られてと。 いうことになってですね。で、あのー、為替レート、円安ドル高というふうになるわけですよ。だから一気に。 超円あの超円高1ドル75円までいきましたよ民主党政権の時はねそれが110円120円ぐらいのところまでねあの円安進みましたよね為替レートでいうとねだから為替にも来ますしだから資産価格にも来る為替にも来るだから資産価格は資産ですよねもちろんねそれから為替っていうのもあの円とドルっていうことで資産ですよねだから資産市場にやっぱ金融政策っていうのは影響出てきますしその割引率が下がる利子率が下がるということですから民間の投資が増えるし 資産価格が上がれば資産効果で消費も増えてきますし、ということで、まあ理屈としては結構いいことづくめということになるわけなんですよね。だから私はねこうねう。お前の意見なんてどうでもいいということかもしれませんけど、結構試験で出るかもしれないので申し上げておきますけど、あのー、やっぱりね。消費税増税が痛かったかなっていうふうに思ってるんですよね、えー、消費税増税2発あったじゃないですか？ 5%から 8%8 から10ということで 2, 2発放たれてますからそれでその度ごとにちょっと腰が折れちゃったというところがあるんですよねだからアベノミクス自体はですね3本の矢自体は結構、まあ、成長戦略はもうね確かにあの批判も結構ある通りもう少し頑張ってほしかったというところあるんですけどもまあただしですねまあ総じてうまくいってたのかなただ消費税増税でちょっと腰が折れちゃったところがあるのかなというふうに思いますけども。 まあえー、これがですね安倍政権のアベノミクスであるということでまさにこうアベノミクスっていう言葉は一言で出てきてないですけど、まあ、アベノミクスを、まあ、背景とした問題でしょうかね、えー、それがまあ今年2020の問題であったということでありますけどね。 はい、えー、それではですね、えー、10分間休憩を取っていただきましてですね、えー、答案練習会ですね、望んでいただければと思いますね。はい、えー、それではですね、えー、休憩をお取りください。